総候補士は陸海空自衛隊において将来そになるために訓練される非人気生隊員たる士のこと。略称は補守。それまで幹部自衛官を除く一般的な自衛官の募集は人気生隊員たる2種の採用と非人気生隊員たる一般総候補学生の採用のみであった。一般総候補学生は採用後2年で 基本的に三層に承認してしまうため、採用しうる、人員数は限られることとなるし、また死としての継続的な部隊勤務は期待できない。他方、任期制に死採用では層への承認の門戸が狭く、任期が来て離職する場合が多かった。そこで、非任期制として離職率を低減させつつ、死としての部隊勤務をある程度行い、将来的に三層への承認を保障して、 身分の安定を図る制度が求められるに至った。そこで平成2年に発足したのがこの総合保守制度である。ただし、非人気制としたことは、単員の身分安定に資する反面、一般の人気制に資採用単員と異なり、人気満了に伴う満期金支給がないので、3層に承認せず除退する単員側にとってはデメリットとなる。なお、本制度は、 平成18年度募集の第17期生をもって募集業務を終了している。これは三次永代共通で承認試験に落ち続けても7年で自動的に承認できるという安易な考え方をする総候補士の自覚が欠如した隊員が年々増加し、承認試験の平均点も一般隊員により悪化、制度の存在意義が問われたことなども背景として挙げられる。そのため、 平成19年度から一般走行補学生制度と走行補士制度を統合、一般走行補正制度に改められた。一般走行補正は走行補試とは異なり、自動的に総への承認が保障されるわけではなく、総への承認が見込まれなければ、一般走行補正としての資格を失う場合がある。陸、海、空走行補試として採用後、二一死、 市長を経て3層へ承認する。陸上自衛隊では入隊後7年で無条件に3層に承認できる制度を平成11年度に廃止。陸層候補生家庭に入校できない、もしくは同家庭に教育入隊後、心身の故障もしくは補備教育を実施しても、初級陸層としての水準に到達し得る見込みがなく、度重なる減退復帰を行った場合は、所属部隊長より、 陸層候補者気象の返納を求められ、案に退職を進められることがある。3層に承認後、実務経験4年で、幹部候補生部内選抜試験の受験資格が得られる。陸層候補者気象総候補士は、人気生単位と同様の制服を着用し、陸層候補者気象、階層候補者気象または、空装候補者気象を、制服の左腕に装着する。 総候補者気象は、陸時、海時においては、金色の、空時においては、銀色の王花を浮き彫りにした、金属製のものであって、布製の円形の台地をつけたものである。一般走行補正である自衛官の任用等に、関する訓令の概要、一般走行補正である自衛官の任用等に、関する訓令の概要、電子政府内同訓令案、概要。ありがとうございます。